はい、皆さんこんにちは、あずまです。 AI と遊ぼう、エアーズラボ始めていきます。今日は質問箱の方に寄せられた皆さんからのご質問に答えていきたいと思います。それでは質問の方を読み上げますね。中学高校時代は数学がかなり苦手でしたが、あずまさんの初めてのディープラーニングやユーデミーの講義動画を通じて機械学習や深層学習およびその中核となる数学の仕組みを学ぶ面白さに気づきました。引き続き今後ともよろしくお願いします。こちらこそ今後ともよろしくお願いします。東さんは数学の得意な人間と数学の苦手な人間の違いは一体どこにあると思いますか？私は中学高校と学校の成績自体は比較的上位の方でしたが、数学生物科学の計算問題も苦手でした。私のような人間と学生時代から数学が得意でそのまま理系のキャリアに進む人間との違いはどこにあるのでしょうか？一部の数学者の方は数学ができる人とできない人の差は実は国語力にあると主張していたりもしますがと書かれていますね。この場合の国語力は文章読解力を指すかと思います。はい、それでは答えていきますね。私は数学の苦手な人間には様々なタイプがいるかと思います。私も昔数学が苦手だったんですけど、私の場合はなぜ苦手だったかと言いますと、面倒くさがりだったからなんですね。数式を書き下すのがとにかく面倒くさかった、そういう記憶があります。紙に長い数式をひたすらきれいに書き下さないといけなかったですよね。先生からそのように指導されたことがあります。結果を書くのではなくてその過程を丁寧に紙に書くことが大事と、そういう指導がありました。ただそれが面倒くさかったんですね。それもあって高校時代の数学の成績は芳しくありませんでした。その当時ドラゴンボールが流行っていたんですけど、私数学のテストで17点を取っちゃったことあるんですね。そのため、ドラゴンボールに出てきたキャラクターになぞって、17号というあだ名がついたことがあります。どうやってそれでは受験を乗り切ったのかと言いますと、受験数学、それをゲームとして楽しむことで乗り切ることができました。特にセンター試験ですけど、あれはマークシート方式なんですね。いくつかの選択肢の中から一つを選択するという方式なので、過程を書かなくてもいいというのが面倒くさがり屋の私には合ってました。そして、それを自己採点して点数がすぐに分かるので一種のゲームとして楽しむことができたんですね。このように面倒くさがり屋にとって楽しいこと、それはかえって集中できるものなんですね。この先ほど述べました通り、数学が苦手な方には様々なタイプがいるかと思うんですけど、それぞれ各自身のタイプに合わせて、自身が楽しいと思える取り組み方を模索することで、克服できるというケースもあるのではないかと思います。今回は私のケースについて述べましたけど、皆さんそれぞれなぜ数学ができないのか別々の原因があると思うんですね。その原因を先生が言う通りの方法で克服するのではなくて、自分なりの方法を見つけることで、楽しんで克服することも可能かと思いますので、この質問を投げてきた方も、ぜひ様々な方法で、数学に取り組んでみてくださいね。今風の取り組み方でおすすめなのは、数学と一緒にプログラミングを学ぶというのもいいかもしれません。プログラミングを使って、例えば Python などの言語を使って、数式をグラフとして描画して、直感的に把握してみると、結構数学って楽しめるんですね。なので、それも一つの例ですけど、様々な、アプローチで数学に取り組んでみると、自分に合った方法が見つかるかなと思います。それでは、今回の内容は以上になります。本動画を面白いと思った方は、YouTube の方でしたらチャンネル登録や、高評価を、スタンド FM で聞いている方は、いいねやフォローの方をぜひよろしくお願いします。また、ご意見のある方は、ぜひコメントの方をお願いしますね。ご質問の方もお待ちしております。もしご質問が来ましたら、なるべく動画の方でお答えしたいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。